荒垣さとみ選手です。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。一着一着での勝ち上がりどうですか？はい、感じはすごいいいと思います。コーチの500バンクっていうのはガールズでも初めてなんですけれども、はい、レース形態ってどうです？レース形態ですか？レース形態は、はい、走っててはい、すごい走りやすいと思います、うん。仕掛けどころが難しいなっていう選手もいるんですけど、はい、そういう違和感は荒牧選手は、はい、今冷静に走れてるので、うん、はい、すごいいいと思います。ということは足にもかなり余裕があるんですか？レースは、はい、流れは見えてると思います。さて決勝戦なんですが、このメンバーの中で気になる選手っていうのは、まあ、特に、はい、自分の力を出し切れば大丈夫だと思います。理想の展開っていうのはどんなところですか？はい、後方に置かれてたらダメだと思うので前々に行きます。荒牧選手ご自身のこうレースでのアピールポイントっていうのは？力を出し切るようには意識して走ってます。ではこの決勝戦応援してくださる皆さんへの意気込みをお願いします。はい、自分の力を出し切る競争をします。応援よろしくお願いします。